プラットフォーム8番と9番バルセロナ3ツ駅は、レンフェによって運行される、近郊電車、中距離列車、長距離列車及び、国際列車の発着するバルセロナのターミナル駅である。駅名は、周囲の地名、3ツに由来する。2008年2月20日にバルセロナまで、延伸開通した高速列車アベニューの乗り入れに合わせ、駅の一部が改良された。 また隣接して同盟の国際バスターミナルが存在する。1975年にバルセロナ中心部の地下を東西に貫く路線の一部として建設された。このためプラットフォームは通過式である。開業以来設備の拡張が続けられ古くからのターミナル駅であるフランサ駅に代わるバルセロナの新しい中央駅となった。駅舎は 現代の空港様式で建設され、数多くあるホームはすべて地下に位置する。それでも、2012年の完成を目指して進行中の改良工事では、地表面のコンコースと切符売り場を、より広々と明るくすることを目指している。案内表示は明確かもしれないが、短距離、中距離、長距離に区切られた、切符売り場と案内所の配置はかなり紛らわしい場合がある。 駅舎ビルの上部は4つ星ホテルであるホテルバルセロサンつとなっている。駅はサンつモンジュイック区内の市中心部の北西から少しの距離に位置し、地下鉄やバスによって市内各地より大いにアクセスできる。ローマ通りの末端のカタルーニャ五軒広場とジュアンペーロ広場に挟まれた場所に位置し、それぞれの広場側に出口がある。 リンフのセルカニアスは広範囲の通勤列車サービスをバルセロナ3通駅より提供する。30分間隔で運行される空港業の列車や人気リゾート地であるシッチェスへの列車も運行されている。高速鉄道アベニューはバルセロナとマドリードを2時間30分で結ぶ。近年、マドリードから南カタルーニャのタラゴナまで延長され2007年末に マドリード・バルセロナ・フランス国境路線は3つ駅に乗り入れた。アベニューは標準機のため後期の臨フ在来線が利用する8線とは別に標準機に改め機された1番から6番ホームを使用する。2番目の駅、サグレラ駅はより広範な高速鉄道へのアクセスを市北部に提供するために建設中であり来年の完成が予定されている。 2008年4月にアバントと呼ばれる短距離のアベニューが運行を開始しバルセロナとタラゴナ、リエイダを結んでいる。ありがとうございます。